やっていきます。意外とマズいじゃん。<laughs> 頑,張頑張れ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 。教えてほしいわ。タリアやっててもおもろいし。タリアは、うん、なんならフリックスかも俺と。あ、なるほどね。え、うん、めっちゃいいじゃんタリア。すごいじゃん。じゃタリアも見てよ。疲れた？<laughs> あ、いいよ全然いいよ。俺はいくらでもいいよ全然。お願いします。 はい、じゃあ、一気お願いします。おいー。ファーストブラッド。せがぼっと。敵のダブルキッ 褒められてそうなんか褒められてると思う今俺へあああ すいません怒ってる気がするいや待って言い訳させて待ってせさん言い訳させて分かってるこう終わった後に整理したらわかるあのー、この白髪がこれ取ってるから敵のレンガは逆でアクションを起こそうとするところにお前はウルトしようとしたよなって怒ってるよねわかるよ 今こうやって終わったら分かってんだよ俺は終わったら分かってるだから怒んないでこれも取れなそうぶなっ <laughs> まか雪のきらめきはやめなそれ

だとしたら。ダ <laughs> リア五点。五 <laughs> 点ぐらいか。五。五はかなり。伸びしろがあるね。五。確かにね。うん、よっしゃ行くか。お願いします。じゃあ、まず。これ知ります。<laughs> これ、こわかる、このビジョンの形わかる。これ。 これわ分かる,分かる <laughs> これってさ、ここからここからこう来たらさ、まあ,あんまないけどさ、うん、こう死ぬね、うん、ゼロ距離で、レオナにキューされちゃうかも。そっか。タリアマジで1から落してほしいね。これ、敵見えなかったじゃん。目に追い越すね、俺だったら。タリアのキューは、<ジ>チャンピオンを貫通しないから。そして、チョガスのキューは、うん、どこにいても変わんないから、だから前出るね。 押しましたこれ俺だったらまずレイスに置くかなもしくは置くとしたらここ、うんうん、ここかなもう,く、ね、うん。で、ここからビエゴがアクション起こすんだよね、うん、これ気づいてたいや気づいてないこれ結構大事だねこのタリアは こいつここんんな動きしてたんだよ実は、うん、これに気づいて、うん、次のウェーブかなこれを最速でクリアして寄ってあげる、うん、れあこれ大事だねも全然全然関与してないな多分気づいたとしても、うん、あんまり関与してないと思う今までもう動き出してたらワンチャンこれ助けれたかもなこれタリアはこれ大事だね特にまあ除数対面っていうのもあって主導権あるから、うん 先に動けるとよかったね。うんあてか、スーさんそもそも、うん、WE しかこの試合してなかったんだよ。うん、e 打って W でもいいよ。E するじゃん、スロー入るのしてる、うん、で、そこから W 打つ感じ、ね、の方が命中率高いし、うん、多分この試合一回もないから E のスロー当ててから W するっていう意識を持っていいかな。はい。 これはプルウェーブだから俺だったら無理しないアクションがないからここ今頑張ってトレードしてヒルストマナ使ったけどあとこれこれもダメだね <laughs> <の> <laughs> W 単体,単体これはもう論外ですはいすいません理想はこれビッグウェーブじゃんこれ、うんうん、このミニオンの流れに逆らうか逆らわないかって大事で、うん 逆らうと、そういうリソースを多く消費するんだよね。うん、相手の多いミニオンに必死にスキル打ったり、オートアタックしたら、その、たくさんダメージ返ってきたり、うん、無理する理由がない限りは、流れに逆らわないっていうのは大事だね。この、まあ、リコールするようなヘルストマだなった理由は、このミニオンの流れに逆らったからなんだよね。このリコールは。はさリコールさせられた形じゃん。うん。これはね、結構理解しといた方がいいかも。 その考え方は俺のロールにはなかったなぁあチャンピオンによってはスキルがその魅ンの数関係なく押し返せるとかもあるけど、まあ、今のはリソースがたくさん消費されたので先に返されちゃった形だね、うん、これすごいこれ今先に6匹消し切ったほぼ最速、うん、これロームするの正解ですうん これ、うん、タリアの R 変わったの知ってるる変わったったて R でで着地場所指定できる知らなんだ <laughs> あの前はなんかクリックした側に落ちるぐらいの精度だったんがちょっと覚えてないけど<あ>今何ができるかっていうと乗ってる最中に RE ってすると<あ>あのほぼ最速でその降りながらスキル打てるんだよ。えー 敵に、Q、先食らったけど、うん、正しい操作してると、うん、R でここら辺指定して、うん、RE ってやったら絶対 E 出るの、うん、でそっからスロー入ってちゃんと QW 移ってたらもうちょっといい結果になった可能性がある全てのスキルが先行入力 E いいだけいや全部全部 RQ もできる <laughs> RQ か RE どっちかかな操作の方はそんな感じで さらにマクロで言うと、さワ、うん、さん、ここで反省してたんだよね。これ、しなくていい。ミッドで確定的な人数有利を作ったわけじゃん。こいつ絶対いないから、うん、3対2の可能性があって、最悪3対3だから、期待値は悪くないよって話。なぜなら、超ガスはまだ見えてるから。うん、反省はしなくていいだから。うんジャングいないけど、ミッドでは絶対有利だから、まあ、ナイストライ。 としててはかなり高いよって話だねだから操作うまくしていればマジで勝ってたかもなんならっていう話うかった、うんフル作って戻るじゃん、うん、こうやって相手のターンなのこのウェーブ自体がもう、うん、でそれを後から消す形相手のターンで相手先にクリアして次下さんがクリアしてのターンじゃん、うん、でこの後 これ助けに行こうとしたんだけどこれちょっとね難しい話で逃げられたじゃん結果実際この追いつく確証がないこいつを追いかけるよりは俺だったらこれをちゃんとクリアするからこれクリアして次先にクリアするのが大事なんだよねさっきのあの6体先に倒したやんっていうそ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 う そそれれれをを作れるんだけどそれを捨てちゃった形やねほら遅れてきたじゃん。おちょがすとしてはめっちゃおいしい。これをね、結構理解した方がいいかもね、ミッドは特に。この先クリアウェーブを何回作れるかがゲームの勝率に関わるから。そうやね。まあ、これはまあ、まずファイトの内容はまあまあ置いといて、おちょがさんにびっくりしてたと思うんだよね、確か。 そもそもチョガスのターンなんだよね。チョガス、ね向こうがこれクリアして、うん、チョガスのターン、時間ある。答え合わせとして何してたかっていうと、どんな感じだこいつのきあ、ほらほらほら。うん、これは、何の人数よりもないミッドにおいて、むしろチョガスの方が戦闘能力高いから、よくないロームだね、これは。 これはだから反省すべきだね。うん、別に早くないから、アドモがないって感じミッド視点。味方が戦っちゃってたらしょうがないけど、結構スタッフさんもノリノリだったから、まあ、とにかくあれやね、その先クリアを意識かな。うん、先クリアしたら自分のターンだし、先クリアされたら相手のターンだから。意識してやりたいね。反省もできないから意識しないと、その。どこでやらかしたか分かんないもんね。そうそうそう。一応でも、なんか戦力的に、 それでも生ける時もあるから。ねそうだよね。そうなんだよね。それもあるんだよね、このゲーム。例えば、ボットのスコアが逆だったら、多少早く寄られてもさ、後から寄ってあげたら勝つとか。そこもね、難しいんだよね。基本でも最速クリアして最速で寄れば人数よりは生まれるから。これはさっきクリアしてる形だね。うん、あ <laughs> じゃあ、あとね、W が。 これ、そうですね。レンジに打つんだけど、うん、メレーを大きくに飛ばして9えそうなのメレーの方が硬いからい特に今回キャノンもふ巻き込みたいねあ,<ー>あこれこれこれ、うん、ここねめっちゃもったいなかったんだけど、うん、こっちウガス見ったじゃんま、うん、っすぐこっちまで行ったらさ多分さっクリアできたんじゃないって思った あーその概念がないからそれできてないね。そのーターン概念がないから多分そのチョガスよりもミニオンに近いからこっちのターン作ってそうそうそうもう e w q、ね、して、うん、俺が先に帰ろうねとかが多分ない、ね。そうそうそう。これリコールするにしても、うん、クリアしてからここでリコールしたらこのように下がるとかあるから、うん、これはクリアできたね。おっガスと多いじゃん。ラッキーって言いながらミッドクリアが。 正しいかなまあ振リアしたとロームするなりリコールするなりそれはどっちでもいいんだけど理解あそうだこれ何だったのこれメモ帳にハテナしか書いてないんだけど <laughs> これ何これこいやこ,これ何これ何,何か分かったら俺も苦労しないんだよ足りやまくなってるから一応聞いとくね、うん、乗り方はしてるよねああれをもう一回押すはい あ、これ連打してますね。あなたあ連打してるかも。連打してます。いいよ。これ見て良かったね。いやこれね。いやあるちゃあるから。そうだから rr って押したらちゃんとその後押さないように。意外と大事なミスではあった。曲がりました。はい、おいお疲れです。またお願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様。 忘れないように、はい、これマジで忘れて単成ロールフリーウェーブは下がる強気ではないけどねなんて言うんだろうね。